放送法の政治的公平の解釈に関する総務省の行政文書をめぐり当時総務大臣を務めていた高市経済安保担当大臣は総務省から法解釈についての説明は受けていないと改めて否定しましたこのような放送法の政治的公平に関するレクは受けていないということを改めて申し上げます全く信用ができませんあなたの答弁はどうですか あの私が信用できない答弁が信用できないんだったらもう質問なさらないでください高市大臣は今日の参議院予算委員会で総務省の行政文書は内容が間違っていると強調しましたまた当初文書に対して使っていた捏造という言葉を使わなくなったことについては捏造と呼んでもいいと思うが言葉がきつすぎるのであえて繰り返しは使わないと説明しました